はい、すっかりもうもはや恒例と言ってもいいんじゃないでしょうか。また中古市初日を終えてという中古市リポート、リポートとレポートとは何が違うんでしょうか。そんな感じでちょっと今回動画を撮ってみたいと思います。まずは何つっても、これ HK416 デルタサンキュッパで売っております。店の方でも売ってますし、通販なんかもやってますんでね、よろしくお願いします。そして、はい、マック堺さんのレビュー品特化、なんとですね、推奨券じゃないですよ、38式歩兵銃がどうやら売れたようです。パチ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 、1個なくなっております。いやー、嬉しい。そしてここら辺は残っておりますね、バレット、あとね、マルサー P38 シルバー、田中のガスガン、サクラ P99 フィクスドと、電動ガンがやっぱあれですね、もうちょっと前の電動ガンだから結構残ってますね。なんか売れたのあんのかな、逆に。トンプソンスーパーファーマス SD6、フォーリス、MP5、ハイサイクル。ハイサイクルが売れてんのかな？ここら辺がまだ残っておりますんでね。で、中古市はこんな感じでやってます。まずね、金曜日終わったんで、土曜日は10時から10時まで。そして日曜日はね、10時から7時までになります。さて、中古市、いろいろ見てみましょう。一応、コンバットマガジンもまだ、ここで普通に売ってますけどね。じゃーん、小物がまず。ハードケース、内側3500円。なんだこれ。ほう、96のストック、短くしたんだ。すごいな。俺、この手の好きなんだよな、ライフルを短くすんの。さあ、この辺なんでしょう、ホルスターとかポーチ関係出ております。MP7 電動ガン中古だ。で、帽子関係はこんな感じになってますね。わあ、これいいな、なんかあったかそうですよ、俺冬。まずはリュック、リュック関係もこんなのを置いております。バチリスパック9800円とかね、ここら辺いろいろ出てますね。ずーっと JTEC リュック関係。そしてまずここら辺見とこうかな。なんか小物が今回はいろいろ出てますね。ピューなんか興味あるものがあったらお願いします。ヒュールリーナナ、いろいろ出てますね。なんかね、今回はいつもよりは多いかな、ちょっと。ズンズンズン。ね、こんな感じで出ております。そして服ね、並んでおりますね、いろいろ。はい、服も出てますね。なんだこれ、なんかすごい迷彩だな、はい。まあこんな感じで中古市並んでおります。うわ、陸自もこれ色が落ちるとこうなるんだな。陸自迷彩1200円。じゃん、
いや、あとなんか、プラモデル出てますね。プラモデル。お、広島城。来ましたよ、ここ。広島城。小倉城。行ったことないな。で、あと、おまけで、ポーチも出てますよ、と。こんな感じで全部撮ったのかな、これで。そうですね。ということで、中古市会場、こんな感じになっております。もう一回、マックサガイレビュー品、一個一個撮っていこうかな。今ね、もう実はね、午前4時ぐらいになってんですよ。ちょっと今日長電話をしてしまいまして。こんな時間になってしまいました。PTW。416デルタはね、これは数いっぱいありますんでね、おそらくいつ来てもあるんではないかと思われます。さあ、ということでね、こんな感じ、もう一回いっときましょうか。29日の土曜日は午前10時から午後10時まで、そして30日の日曜日はね、午前10時から午後7時まで、ここの会場はね、7時までで終わりとなります。さて、行ってるんですよね、今、アメリカにね。どうなんでしょうか。ね、満足成績出せるといいですね。ということで、酒井さんのレビュー品の特価品、まだね、いっぱいありますんで、よかったら、いらしてみてください。ということでね、中古市ね、赤羽フロンティアの中古市、初日を終えてといったところで、ちょっとこんな動画撮ってみました。明日もまたどんな風になってんだか撮ってみたいなとは思っております。さあ、ということでここら辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。